はい、どうも、ガチで解放の確率見直してほしいミストです。はい、本日はですね、こちらタイムノックアウト社長のパワフルプロジェクトイベントでいただけます、こちらですね。はい、 TKO6SR 選択ガチャ券で取れるこちらのサンタ社長が今テンプレデッキに入っていることについてお話しさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。こちらのね、センターガチャ券イベント一通りプレイすれば確実に6枚ゲットすることができますので、皆さん期間中絶対にこのね、選択ガチャ券は6枚押さえてあげるようにしてください。で、なんでこのね、サンタ社長がテンプレ編成に入ってるかと言いますと、上限がね、優秀なんですよ。はい、レベル40以上になるとミート上限プラス2に加えてパワー上限プラス4、つくんですよね。はい、これが今のゲノムの、まあ、ダリアが入ってからのですね、テンプレデッキ編成にドンピシャでハマるということで、今からね、その様子をお見せしていきたいと思います。なので私もこれね、サンタ社長ゲットします。はい、もちろん安定しますね。まあ得意練習2種なんで、今の環境でメインデッキで使うことはまあほぼないです。はい、なのただね、テーブルは年末キャラテーブルなんで、はい、まあ仮にね、PSR が実装されたら結構強いなとは思うんですけどもね。はい、野手育成の時にホームランボールプラス伝説の引っ張り屋を取ることができます。この伝説の引っ張り屋もね、なんかもうちょっと見直してほしいと言いますか、広角打法がね強すぎるので、まあちょっとね、そんな役回りな金徳になってしまってますけどもね。はい、まあいずれちょっとアップデート等で見直してほしいなとは思いますね。はい、ちょっとサンタ社長の解放からやらせてください。どこだ、あ、打撃筋力にした方がいいか。社長いた。で、 PR プラゴが2体と PR がいるんで、これがどこまで通るか、まずは入れてあげまして、これ5いったら奇跡だな。34? あるのかお前。いい解放でしたね。はい、ということで、もう1枚だけ取ってあげましょう。あと4枚は保存しておきます。サンタ社長ゲットして。まあ、第一戦でも使えるんですけど、リアテラも使えるんですが、ちょっとミートがね、低すぎるんで、そこはちょっと難しいなっていう感じはしますけどもね。はい、能力面。あ、でも低すぎもないか。パワー、あ、ミート E あるんだ。守備面も優秀だしね。あ、意外と使えるね。無課金でこれゲットできるなら結構強いね、サードで。はあ、ちょっとやばい。社長、舐めてたわ。能力面はめっちゃ強いからね。あ、全然ありだわ。リアタリ使えますね、社長。ということで、まあ、博士像じゃないや。ゲドウ君をぶっ破して。はい、ではお待たせしました。見ていきたいと思います。今のゲノムのテンプレ編成、まあ一番の流行り編成で言うとこちらですね。はい、鈴島と、キジタを使った、二股編成。はい、こちらに加えてサンタミオちゃん、ダリア、ゴブリン、滝神という感じですね。大筋力、肩、守備のデッキで、サポートが竹内と遥と、で1枠余ってるんですよ。はい、でここで今何が足りてないかと言いますと、ミートとパワー上限なんですよね。はい、この枠に社長を入れてあげるとドン、はい、上限が綺麗に埋まります。パワーも131にできて、ミート上限も抑えられるという感じですね。はい、なおかつ、色がね紫のレンジャーなので、はい、あの色も散らせてね、点数も出しやすいっていうのが非常に魅力的かなというふうに思っております。このデッキ編成だと特に走塁練習がないんでね、まあ、敏捷ポイントでもやや不安を覚えるという中で、紫を抑えられるのはかなりでかいんじゃないかなというふうに思っております。はい、まあここね、スーシマンのところラミーでも、まあ、全然、まあ同じことが言えますね。
ラミーを入れてあげても、どこ行ったどこ行った、ラミーラミーラミー、探すの大変なんだよな。ラミーを入れてあげても、はい、まあこんな感じでね、ラミー入れた場合は逆にミート106まで漏れますよというところで、まあかなりね、うん、この社長はまあ、ある意味今の環境に合わせてきてくれたと。メイン練習じゃなくて、メイン練習、あ、メインデッキじゃなくてサポートデッキで輝けるっていうのはね、はい、これはいいね、実装のさせ方をしたなと運営さん、うん、本当に思いますね。はい、まあ、ただ今流行ってるのはまあこのスシマリの方かな、はい、私もこれでちょっとサクセスやってみたいなとは思っております。で、次にまあ彼女純愛のパターンですね。はい、その場合でも、はい、ここフレンドダリアにしてあげまして、はい、オガミ、サンタミオちゃん、カグヤ、チャンピオン5、ブリンキジタ、ダリアで、サポート枠、はい、1枚空いてますよね。竹内遥に加えて、ここにねしっかりと社長を入れてあげれば、はい、綺麗にね、こちらもパワー131編成組むことができます。はい、なのでね、本当にね、マジでダリア実装に合わせてこのサンタ社長がドンピシャで当てはまってるんですよね。うん、うん、なのでまあここは好みですね。純愛でやりたいという方はまあこちらのねデッキ編成がいいと思いますし、二股でやりたいという方はこちらのデッキ編成でやるのが今はいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、まあね、自分はね結構二股に慣れてしまったので、まあ、当分はちょっとこちらのデッキで遊んでいこうかなとは思っております。うん、まあ赤が1枚なんでね、精神ポイントには、気をつけて立ち回る必要があるんですけども、うん、まあ筋力タック、守備タックで青春ポイントは補うことができますので、まああんまり、問題視しなくてもいいかなというところですね。はい、ちょっと XG 選手を目指して、うん、頑張っていきたいと思います。はい、まあ結構今コメント欄等であるのはこのはるかね、はるか難民の方が、うん、多いなという印象を受けております。やっぱね、万能パワードリンクじゃないや、サボり癖回避できてね、うん、海岸回数も1個増えるっていうのはかなり強いですね。はい、ミックスコラボの今となっては一番の当たりキャラと言っても過言ではないと思います。まあ、ただ いずれね復刻来ると思いますので、その際にはぜひゲットしてほしいなというふうに思ってますね。はい、あー、まあはるかはね結構うん、あの時期でしかゲットできなかったんでね、大筒のまあ最終盤の方ですか、うん、なので今最近始めたという方はね、はるか持ってないという方多いと思うんですけども、うん、まあそこはちょっと他のキャラで代用していただけたらなというふうに思っております。はい、ということで、まあ、今のゲノムのテンプレ編成は、まあ、ほぼこの2択という感じですかね。はい、まあ、その中で自分がやりやすい方でぜひプレイしてほしいなというふうに思っております。はい、ということでね、まあダリアも実装されたんで当分新キャラ来ないと思いますんでね、はい、こちらのデッキ編成で楽しんでいけたらいいかなというふうに思っております。はい、ぜひね、タイムノックアウトイベント、一応期間はあと9日くらいあるのかな。はい、こちら、はい、あ、8日か、8日くらいありますんで、期間中絶対に、サンタ社長の45話作ってあげてくださいっていう感じで、今回の動画終わりたいと思います。チャンネル登録ちょっとぜひよろしくお願いいたします。それでは失礼します。 See you。